遺言が必要なのか、どういう場合に遺言がないと困るのか、そういうところを中心にお話しさせていただきたいと思っております。妻もいない、子供もいない、ご両親ももう亡くなられている、兄弟もいない、そういう方、相続人のいない方というのは基本的に国に帰属し、国庫に帰属してしまうんですね。なのでそういう方がいらっしゃればですね、ぜひこれは遺言を書いていただいて、国に国庫に帰属する前に遺産をね、その団体で人に渡すという手当もしていただければと思います。買うということに対して あまり意識がない方が非常に多いです。実際ですね、会社設立するときも株主名簿というのは要求されてなくて、自分の誰が株主なのかよくわからない、株主名簿もないし誰が株主なのか一切わからないと、そういう会社さんが非常に多いですね。遺言を残してなかったばっかりにですね、その株は結局 100% その亡くなられた旦那様のものだったんですが、長男に行く株が16分の1しかなくてですね、16分の1だと正直何の権利もないです。大体株主総会では半数以上ないと決議もできないの で結局先代にはなれなかったんですね。結局次男がね、会社をやりたいということで長男を追い出されてですね、でそこにやっぱり、奥様もやっぱり次男の方がお気に入りだったので、株主総会でそういうことになりまして、次期社長は次男ということが、多数決で決議されまして、会社を長男さんは継げなかった。しかもその自分の亡くなられた旦那様は自分の思いを踏みにじられてしまった。非常にこれから多くなると思います。なのでぜひね、自分の会社があって後継者、息子じゃなくてもいいです。誰かね、ずっと献身的にやってきたナンバー2の部長であったり2番目でもいいですが、その思いをですね、確実に実現させるためには遺言が絶対必要です。株式も相続分に基づいてですね、安分に相続人に承継されますので、これについて絶対にね、後継人に株は 100% 与えると、後継者、第三者でもいいですし、長男さん、次男さん、まあそれはいいですが、 100% 株を与えるという形にしてですね、必ず対処をしておいてください。会社経営されている方は家族で話し合ったり、まあ話し合えない場合は遺言を作りに行ったり、ご検討いただければと思います。あなた遺言が必要なパターンをたくさん説明したけれども、遺言って結局何だとね、ちょっと教えてほしいと思っている方もいらっしゃると思います。遺言って3種類あるんですね。ここには2種類しかないです。秘密証書遺言っていうのがあるんですが、今実務でほとんど使われてませんから割愛させていただきました。今、実務でよく使われているのはこの2つですね。自筆証書遺言、公正証書遺言、この2つがあります。まあ、自筆証書遺言の長所というのはですね、簡単に自分で作成可能です。ただですね、これデメリットもあるんですね。これ保管の問題、これ秘密にしていたらですね、誰発見されない場合、そういう自分の例えばその相続分がゼロだという遺言をね、その相続人の人が見つけたら、その遺言は捨てたりね、まあ偽造するって犯罪だからしないと思うんですが、ポッと捨てたりする、もう本当に無に消えるわけですからね。ただ財産の記載の仕方とかはね、例えば不動産ですと登記簿等に基づく記載が必要だったり、預貯金もしっかり口座が分かるような記載の仕方っていうのがあるんですね。で、大事なのはですね、辞書じゃないといけないんです。ワープロとかでカチカチカチャって書いて、ああいう事実証書遺言できた、それはねダメなんです。自分の手で文字を書いて
ていただかないといけない。だから書き方に不備があるとですね、これもそもそも遺言として認められませんよ。自分としてはすごいケアをしたつもりで満足してですね、天国にいたと。ただ開けてみれば全然遺言としては無効です、ということでまたね、親族が相続になるという状況になってしまう可能性もありますので、そこはご注意いただければと思います。だったら公正証書遺言がいいんじゃないかね。長所は今事実証書遺言の端子を全てカバーできるんですね。保管の問題大丈夫です。公正公証役場に保管されますし、兼任も不要で、書き方とかもですね、公証人が指示してくれますから、もちろん内容まではね立ち入らないんです。形式面の不備がほとんど解消されます。じゃあ公正証書遺言がいいんじゃないかと思われる方もいらっしゃると思うんですが、これね、作戦のためにね、まあ安くない費用がかかってしまうんですね。なおかつ公証役場に行かないといけない。それはまあまあそれはいいんでしょうけど、一番のネックは立ち会い承認が必要になってくるんですね。でそのしかも承認というのは親族はダメなので、第三者の方にこういう遺言を書きたいからということで、自分のプライベートの情報を全てさらけ出して承認になっていただかないといけない。ちょっと奥だなとね思われる方いらっしゃると思うんですが、まあ私としては一度ね、何でもいいので遺言というものを書こうと、ノートのメモでもいいですよ。で本当にそれを形にしたいんだったら、やっぱり公正証書遺言ということでね、後ほどちょっと公正証書遺言、手続き簡単なんだよということは説明しますけれども、そういう形で、まずはですね、自分でしたためてみようと、遺言ということを書いて、本当に、ね、もう、いらないと思えばそこで捨てればいいです。自分の家族が今言ったパターン、9の9に当てはまるのかどうかっていうのを、もう検討していただく、あと財産の状況をね、自分のある財産をもう一度不動産だけだと思ってたけれども、よく考えたら株が30年前に買った株があったとかですね、隠しダンスにね200万円ぐらいの今ついたお金があったとか、そういう可能性もありますから、一度ちょっとそこはよくですね考えていただくということが必要だったと思います。それでちょっとね、これほとんどの方はですね、簡単に確認できると思うので、しっかり確認して、自分が亡くなったら、誰がどれくらいの割合で相続するのか、そこを頭に入れていただいて、次にですね、保有財産を把握してください。一旦その割合、相続人の相続分を見ながらですね、自分の保有財産は、自分が亡くなった後に、家族が苦しまないような財産割合になっているのか、あとでこれがつながっていくんですが、これ何に残したいのか、先ほど言いましたね、内縁の奥様であったり、そもそも相続人じゃないけれども、ぜひ残したい方、例えば会社のね、後継者は他人だけど、ぜひこの方に会社を任せたい、そういう場合は、ぜひですね、遺言を作られていく。だから、ここも非常に特殊だと思うんですね。自分の親族以外に遺産を渡したいなんてことはですね。ただ、そこもしっかりですね、ケアをしていただきたいと思っております。そこで、最後に遺言書の方式を見る。先ほど言いましたようにですね、まず自筆で書いていただいて、どうするのか、今言った制度がね、準備されております。なので、方式も決めるということでやっていただければと思います。全文自筆証書遺言の注意点、全文自筆、パソコンはワープロ使えない。ただこれ一部ね、改正がありまして、財産目録とかはワープロでいいところがありました。なので本文は絶対に自筆してください。一部例外あります。このパソコンはワープロ、エクセルとかね、使えないとあります。署名、これはもう当然だと思うんですが、通称は酒、戸籍上の署名をしてください。押印、認め印でもいいんですけれども、基本的には実印を押印していただいた方が安全だと思います。作成日、これ必ず書いてください。
これがないと離婚の効力が出ません。日付が落とし穴、吉日なんでね、書いたらその離婚は無効になります。いつ残したかというのは非常に遺言のね、記載で非常に大事になりますから、これは日付は必ず書いてで、先ほど言いましたように、残したい人、残したい財産も必ず明記。この明記の仕方というのはですね、インターネットでも載っておりますし、無料法律相談でも、使用する人でも気軽に相談できますから、全然問題ないと思います。で、訂正方法、これもね、ちょっとね、格式ばった訂正方法で、しっかり訂正するときは、二重線で応用してですね、別紙で訂正箇所を記載してですね、訂正しましたということで、そこにもまた応用しなきゃいけない。ちょっとややこしいんですけれども、これもですね、別に法務局、先ほどの制度ね、申請度、これの時、あるんだ見てくれると思います。思ったよりハードル低いんですよ。結構ね、公証役もそれが商売だから、大人にはしません。ただね、さっきも言いましたけど、親族などは証人になれません。手数料は以下の通りになります。そんなにね、高くない。1億円以上の遺産があっても4万3000円ぐらいなんで、ただこれ気持ちが変わって書き直すってなると、また4万3000円、また4万3000円、また4万3000円というふうになるので、そこはですね、ちょっとやっぱりさっきの保管制度はちょっとハードルがあるのかなっていう形になります。説明しましたけれども、家族に対する自分の気持ち、一度考えてみましょう。特に亡くなった自分がね、死んでしまったと、どういうふうに家族を過ごしていってほしいのか、一度考えてみましょう。エンディングノートという考え方もたくさんあると思うんですが、一応そういう形にしてみればですね、いや、全く遺言いらないとかね、遺言いるんだとか、まずそこの選別にもなります。あと、ご家族もね、喜ぶと思います。